はい、今回の動画はですね、こちらにやってまいりました。まあ、こちらにやってきた理由はですね、カブトムシやね、クワガタムシのね、飼育ね、セットに使う落ち葉を取りにやってまいりました。まあ、こちらね、周りの木はね、クヌギの木でいっぱいになっているので、この下のね、あるね、落ち葉はね、大概8割ですね、8割ぐらいはね、クヌギのね、落ち葉だと思います。ということでね、こちらの落ち葉を今からね、取っていきます。そして、こちらですね、はい、こちらのカゴ。はい、川でね拾ったねカゴになるんですけども、こちらのね川で拾ったカゴを使用します。はい、こちらのカゴにですね、はい、置いといて、はい、落ち葉ですね、はい、落ち葉を入れていきます。このね上側の分だけの落ち葉をね、はい、入れていきます。下にあるようなものはね、たくさんね不純物とかいっぱい虫とかいてるんで、この上側の分だけをね落ち葉を入れて、そして入れ終えましたらこのように振ります。振ることに応じてね、この網からね、細かいものがね網からね出ていきます。この出ていった後にこのね残ったのがね、大きな、ね、落ち葉だけが残ると思います。はい、こうやって振って、はい、振り終えましたらですね、はい、よいしょ、はい、あとはね仕分けです。いらないもの、はい、こういう、ね、落ち葉以外のものはね、削除して捨てていきます。はい、こういう枝もね捨てます。はい、こういう感じの枝もねどんどん捨ててしまいます。落ち葉だけを、ね、残してね、あとはこのバケツにまた入れていきます。はい、こういう感じでねバケツにね入れます。はい、こんな感じですね。はい、よいしょ、こういうね落ち葉じゃない葉っぱも捨てます。はい、こういうね葉っぱも捨てます。はい、落ち葉だけをね、入れていきます。そしてこういう枝もいりません。このクヌギのね、落ち葉だけをね、入れていきます。これをね、繰り返します。はい、繰り返した結果ね、こんな感じでバケツね、4つほどね、集めました。ということで、これをね、今からね、変えて、下処理をね、していきます。はい、こんな感じでね、はい、落ち葉はね、ほとんどがね、もうクヌギだと思います。では、帰ります。はい。帰ってきました。そしてね、こちらね、今ね、先ほどの落ち葉を手で握って、粉々にしたものになります。こちらのね、粉々にした、落ち葉をですね、はい、こちらの容器ですね。はい、よいしょ。はい、こちらの容器。はい、こちらの容器にですね、この落ち葉を入れていきます。全部ね、いっぱいになるまでね、入れていきます。はい、入れ終えましたらですね、はい、こんな感じですね、入れ終えましたら蓋をします。蓋をして、あとはね冷凍すればもう完成になります。下処理の落ち葉のね下処理の完成になります。これをね4個か5個くらいねセットを作って冷凍庫に入れて凍らせたいと思います。もう凍らせれば完成です、下処理の。ということでね、凍ることに応じてね、この不純物とか、不純物じゃないですね、菌ですね、菌とかね、見落としたね、虫とかがね、お亡くなりになるので、星になってしまうのでね、綺麗なね、して、落ち葉になると思います。ではね、皆さんもね、一度やってみてください。こういう感じでね、落ち葉の下処理をします。